自分の気持ちから逃げちゃダメだ。すみません、どうしてください。ごめんなさい。リオさん、大丈夫ですか？なんで私のこと避けてたんですか？え？最近全然連絡来なくて、遠回しに連絡しないでほしいって言うし、体調悪いのかもとか心配したじゃないですか。すみません、この通り元気です。ちゃんと質問に答えてください。石川さんのそばにいていいのか分からなくなってしまったんです。ずっと一華さんのそばにいる、その覚悟はあります。でも今まで俺は自分の感情を一華さんに押し付けて、たくさん辛い思いをさせてしまいました。これからもきっとあなたに迷惑をかけてしまう。ならそばにいない方が一華さんのためになるんじゃないか、そんな考えが堂々巡りしてしまって、この様です。ですかそれ。結局私の気持ちは無視してるじゃないですか。私のこと勝手に決めつけないでください。返す言葉もありません。それに亮さんがそばにいない方がよっぽど辛いですけど。そうですか。え、私ようやく分かったんです。初めて会った時のこと覚えてますか？もちろんです。私がここで亮さんを助けて再会して、リオのお兄さんだって知って最低なこと言われて。言いましたね。あの時思わず気持ち悪いって言っちゃって、そしたら急に壮絶な告白をされて。亮さんのこと最初は本当に迷惑だったんです。でも亮さんの気持ちはまっすぐで、本当は真面目で不器用な人だって分かってきて、リオへの相談もリョウさんのことばっかりになって、ふとした時にリョウさんのことを考えてるのに気づいたんです。迷惑なことばかりしてくるし、鬱陶しいし、キザだし、犯罪ギリギリだし、頭と顔がいいアピールしてくるし、自己中心的だし、ひどいところばっかりだけど、でも好きです。私リオさんのことが好きです。はい、俺も一華さんのことが好きです。すみません、嬉しすぎて抑えられませんでした。はあ、一華さん、そんなに俺のこと好きだったんですね。その言い方すごく気に入らない。こんな俺が好きなんですね。認めたくありませんが、そうですね。避けたりしてすみませんでした。そして追いかけてきてくれてありがとうございます。リオさん、私が大人になるまで待っててくれますか？はい、一緒にゆっくり大人になりましょう。
そして俺が間違ってたら俺のことを叱ってください。俺、いちかさんに叱られるのが好きなので。何ですかそれ。気持ち悪い。もしもし。帰るのか。忘れ物を取りに来ただけだから。